にちは、店長です。今日も手作りカフェさんからサンプルを、預かってます。で、子供用の、サロペットですね。ちょっとね、トルソーにこういうものって着せることができないので、ここがパンツになってるのでトルソーに入らないので、こうやってお見せするしかないんですけれど、はい、こんな感じになってます。で、見返しがこんな感じで、裏ついてます。で、ここまでですね。で、ちゃんと着た方が多分可愛く見えると思うんですけれど、ちょっと今着せる子もいないので、こうやって見ていただくしかないんですけれど、ちなみに横から見るとこんな感じで、後ろは、こんな感じになってます。120サイズです。エプロンの代わりなんかでもいいかもしれないですね。これもね、すごく簡単にできると思います。ここがこういう金具で止まっているんですけれど、プラスナップとかでも、いいかもしれないですね。これだと機械がいるんで、ガチャッとまとめするものがいるんで、手で止めるプラスナップとかでもまあいいかもしれないですね。よかったらぜひ、作ってみてください。店長でした。